うぃーし、とか先生やで。今回は緊急特番、第16回たまラジオ。緊急特番っていうのはね、まあ、あの受験生の方から、ちょっと2点ほどね、ちょっと、なんやろ、質問的な内容が来てて、で、これはまあ、早めにね、言っておかないとなっていうところもあったんで、今回はちょっとこう特番でね、入れてみて。ほんで、まあ、最近はちょっと受験生向けのラジオがちょっと多いんやけど、で質問もな、実際に、来てんねんけど、ごめんな、本当にちょっと受験生をメインにした内容の、感じで お送りしていきたいと思うね。で、実際ね、2通ほど受験生やない方からも、リアルな勉強の方のね、質問が来ているんやけど、これもね、ほんまにね、ありがとうございます。ラジオネーム、高校1年生の女子さん、ともう一人ね、こちらコメントの方にくれた、ラジオネーム、ハイドさん。うん、ハイドくんかな。まあ、二人ともね、ここで答えたいんだけど、ちょっとね、答えられない理由があって、というか、解決法がね、実際あるんやけど、その解決法をやってしまう、っていうか、ラジオで公開してしまうと、人間の気持ちってね、なんかまあ不思議なもんで、時間がない時ほどね、それを聞いてしまうと、なんかやりたくなるっていう、っていう方法なんよね。まあ、なんかそういうこととかしたくなっちゃうみたいな。で、意外と勉強にもほら、絡みがあるからね。だからあんまりもうここではね、一切言わないように、していきたいと思うので、まあ、センター試験が終わった後にね、ぜひともこの内容は取り上げていくので、まあ、しっかりとね、まあ、その辺のラジオでやっていくんで、今回はちょっとこう、受験の内容にこう、特化した、まあ、そういう風なね、内容でお送りしたいと。思うわけやけど、じゃあね、今日は早速、もう一発目からね、受験内容でいくけど、今日もシュワッと爽やかということで、ファンタのね、ファンタゼロの、サイダー、純粋使用、ミネラル配合、カリウム入ってるやつ。うん、これで、今日はね、一発ケーキ漬けに、やばいんだよね、持ってくるときに、ちょっとね、揺れてるみたいでさ、なんかこう、空気からすると、ジュワって出そうやけど、そしたらね、ごめんね、ちょっと中断するかもしれんけど。あらいいね。やばい。うまい。これ意外と、なんだろう、このファンタゼロのサイダーは、炭酸が、うん。思ったより全然きつくなくて、飲みやすい。これ俺好きかもな。俺あんまり炭酸強いの好きじゃないから、場合によってはね、昔は炭酸なんかそれこそ全然飲めなくて、飲む前に、なんかね、でも味自体は嫌いじゃないよ。と微炭酸とかすごい好きで、飲む前になんかこう、プシュッてあげて、で、なんかその蓋を親指で押さえてシュポシュポ振ってパシュッとかしてなんかわざと炭酸抜いてねなんか飲んでた記憶もあるけどほんとこれ書いてある乾杯サイダー程よい炭酸だからごくごく飲めるほんとねこれねごくごく飲めるこれはね美味しい、うん、やばいこれうまいわで、今回おつまみは、玉先生んちのね、親父が作った玉みかんということでこれね今年むちゃくちゃなんか普通のよその農家と違ってね、3、40点ぐらい、まあそういう美味しさの点数なんだけど、その点数が3、40点ぐらい、なんか平均点が高くて、むちゃくちゃ味が乗ってるみたいなよね。ほんとね、嬉しい限り。で、ちなみに、この玉みかんに関しては、まあラジオの人だけにはね、特別に早い告知ですが、実は親父にね、頼み込んで100杯限定で、販売をね、することにしたんで、まあ、うまい具合にね、もともと地元で結構人気が、合ってるから、まあこれ聞いてる人たちがね、何、あれするか分かんないけど、あれだな、まあまあいいや。うん。そういうのも、あるんで、まあ、冬はみかんだっていう人はね、そういうのもちょっと頭に入れておいてくれるといいかもしれない。ちなみにね、これ買ってもらえると、儲けの全部をね、ウェブ玉塾に寄付という風な形になってるんで、この辺もね、いい活動資金になってくれるんじゃないかなっていう、まあそういう感じでね、思ってるわけで、まあそういう玉みかんもね、よろしくと。まあそれはね、置いといて、まあそういうもの、ほんとどうでもいい話で、今回はね、特別版ということで、ガンガン行きたいんだけど、ラジオネーム、高校3年生のモノさんからね、はじめまして、こんにちは。こんにちは。題名からいこうか。もしノート、これからの勉強法についての質問です。はいはい、なんでしょう。ウェブタマアニメのおかげでとっても助かってます。質問なのですが、恥ずかしながら今まで模試の復習を一切しなくて、今からでもやろうと思っているのですが、高3の時期にこれから模試ノートを作るべきか、過去問を解き始めたり、いろいろ忙しい時間を取ってしまうので、それもどういうふうに間違えたとか、解説を見て確認するだけの、どちらがいいんでしょうかっていう、なんかこうちょっと、ぐちゃぐちゃになっちゃったけど、まあ要は、復習、もしの復習は大事だっていう話を前回ラジオでしたんだけど、まあその反響というかね、早速やりたいっていうことで、まあやってくれることになったんだけど、果たしてその時間をかかる模試ノートっていうのを作るべきかどうかっていうね、で実際作るとしたらその作り方も教えてくださいっていうことやったんで、
まあね、ここに関して解説を言っておくと、高3の受験生の皆さん、模試は、本当にね、模試のやり直しっていうのはね、すっげえ力になるよ。ね、だからもう、絶対にね、復習っていうか、やり直しっていうか、まあ、見直しになるのかなは、絶対ね、した方がいい。ただ、模試ノートはね、絶対にね、もう作ったらいかんよ。作ったらいかん。もう、ほんまにね、絶対にね、もう、死んでも作ったらあかん。死んでも作ったらあかんっていうか、もう作ったら死んでしまうで。ほんまに。これな、模試ノートっていうのは、何のために作るのかって、高1高2はね、作る価値はあると思う。これね、何のためにあるのかっていうと、未来の自分のために作る。受験前の自分がもう一回見直すときに、それを使うっていうか、それでも効率のいい模試ノートを使わないとダメだよ。後から使えるようにね。まあ、今回はそれは言わないんだけど、高3の受験生のみんなにとっての模試ノートっていうのは、もうその時期じゃない。そんなことに時間を使ってる時期じゃないから、今ね、ここで言ってるね、いろいろ忙しいのに時間を取ってしまうけれどもって言ってるけど、この考え方は正しい。うん。これね、高校3年生のモノさん。また同じ悩みを抱えている受験生のみんな、その考え方でいいよ。模試ノートを作ってはいけない。で、やり直しはした方がいい。で、今回ね、まあ、そういうみんなのために、ちょっとね、炎の暗記プリントっていう、俺がね、だいたい3ヶ月前ぐらいになるとこの使い方を教えるんやけど、それをやっとこうか。この時期になって、過去問とか解いたりとかね、勉強とかやってくると、もう、1日のね、8割とかが無駄な勉強だったりすることがあるんよ。何も考えずに勉強してると。ほんとそうだけど。というのが、もう大体やった内容で、どれも知ってた、知ってた、知ってた、できてた、できてた、できてたばっかりで、8割どころでもないのかな。本当にね、自分のできてないところに出会うことすら、そもそも少なくなってくるよね。うん。で、結局、そういうところに出会って、それを乗り越えたところが成長の部分になるから、どんなにできてるところをやっても成長にはならない。だから、どういう風にするのかっていうと、炎の暗記プリントって言って、まあ、日本史世界史アニメの時にはね、もうよく使いなさいって言って定番になってるルーズリーフ。もしくは、広告の裏でも何でもええ。ノートの紙をこう切ってね、紙を作ってもええし、何でもええから、こう紙を用意して、それをね、半分に折ってくる。わかる？半分に折る。で、何をするんかっていうと、もう全教科、同じ1枚の紙にまとめてええよ。まとめて。もう、あらかたね、8割9割ぐらい、もう本筋の部分はほとんどね、できてると思うんやけど、あと細かいところね。細かい、あと 2ヶ月、3ヶ月でできてない部分に絞ってね、やっていくときに、全教科まとめてもええし、まだね、ほぼ9割とまでいってないやったらね、まとめんでもええ。教科ごとに作ってもええけど、半分に折った紙を用意して、左側に、例えばその、なんやろな、クイズ、問題を書く。自分が今回できてなかった問題を書く。簡単にでええね。数学とかだと、これこれが出たときはとかね。で、右側にその答えを書く。こうやって解きますとか。古文とか漢文とかだと、これこれこれの、この文法はとかで、これ右側にこういう意味になりますとか。それでええね。で、そういうな、その一問一答の問題みたいなプリント、自分ができてへんところのプリントを作っていく。これが、もう多分、今やる一番効率的なもんになるから。これ炎の暗記プリントを言うて、玉先生もな、この時期になってものすごい伸びにくくなった時期があったよ。これ現役の時やけど。で、もうどれだけやってもね、これも知ってた、あれも知ってた、どれも知ってたって。で、教科書も一通りやったしって、俺ね、その頃参考書っていうのを知らなくて、教科書から大学入試が出るよって言われてたから、で、ずっと教科書しかしなかった。で、教科書一通り全部したしな、とか、どこまで来てんねんけどな、とか言うとき。で、実際模試をやってみるとでも間違うわけやな。で、模試がものすごいええのは、その頃って本当にな、8割9割ぐらいが無駄な時間やってんけど、模試の間違いをやり直してるときっていうのは、模試の間違いをやり直すのって、確実に自分ができてない問題やんか。せやから、常にやってることが 100% 自分の力になるんよね。できてないところだけしかないから。間違ってるところだけやから。せやから、そういうことでな、実際は、ちゃんと解け取ったっていうか、まあ、そこでちゃんと成績を伸ばしよってんけど、その時に使ったのがこの炎の暗記プリントを言うて、この左側に自分ができてへんところ。わあ、これ知らんかった。漢文に、こんな文法あったんや、とか。で、右側にその回を書いて、で、炎の暗記プリントって何なんかっていうと、燃えますよっていうことなんよ。つまりその日、寝る前に完全に覚えたら、5秒後にぽいみたいな。次の日燃えてるから炎の暗記プリント言うて。だからもう絶対、その日に分からんかったことがあったら、絶対その日のうちになくすみたいな感じで、だいたいこの時期で3、40個ぐらいだったから。やっぱね、本当にね、1日勉強してたら3、40個ぐらい出るんよ。3、40行ぐらい。だからプリントで言うと1枚分ぐらいかな。表1枚分ぐらい。俺 B5 のノートやったんけど、これぐらいできてて、寝る前にこれ1枚完璧に30分ぐらいかけて、もう絶対できるようにして、寝るみたいなな。で、炎の暗記プリントだから、ぽいって捨てて燃やす。つもりで取っとく。捨てるのやっぱ怖いや、ほら。後から見直した時に、あ、忘れとったとか言ったな。自分の苦手なところとかいっぱい出るし、いっぱい載ってる宝のプリントやから、まあそれは実際捨てへんかったけど、でも燃やすつもりでその日のうちに全部覚えたりしてた。これ炎の暗記プリントな。こういうのとかを使うと、もしもより効率的になるで。だからもしノートは作ったらあかんと俺は思う。まあそこはみんなの判断や。
あともう一個、これも、同じところ、もう一つ質問なんですが、10月中旬に栄養入試を受け落ちてしまいました。うん。夏休みの下旬から準備に取り掛かり、9月、10月は栄養入試の準備しかしてなかったので、予習復習以外の勉強しておりません。加えて夏休みは怠けてしまい、あまり勉強していないので、基礎が固まってない状態です。自分が悪いのは分かってます。うん。12月に、基礎テスト、面接の入試法があり、とりあえずそれに向けて基礎力をつける問題集などを勉強しています。ですが、これからは過去問に取り掛かる時期ですよね。基礎学力テストは12月12日、センターは1月15、次第は、1月23となっていて、センターと志望大の一般入試の日も近く、それぞれの過去問いつから始めればいいんでしょうか。過去問以外にやることとして、私の現在の状態から何をしたらいいんでしょうか。っていうことですね。これに関しては、俺過去問はな、もう全然考え方が違ってて、過去問は基本的に一通り勉強し終わったらすぐ俺は必ずやる。よし、今日は数学一通り全部復習するぞって全部復習したら、その日に必ず過去問やる。で、間違える、100点取れんかったら間違いが出るやん。そしたらその間違いのところを勉強して、なんでこいつ間違えたんかとか、やったりとか、あ、この時にはこれっていう、その、なんていうの、考えができてへんかったとか、そういう感じ。英語の長文で、うまくいかんかったら、わ、長文の読むスピードが遅かったとかね。じゃあ早くせなあかんとか、単語ばもっと早く出せるようにしようとか、そういう特訓したりとかっていうことやから、過去問はね、いつでもやってよ。いつでもやって。一通り勉強が終わったらいつでもやろうっていう感じかな。逆に言うと、一通り勉強してないのに、過去問やってもあんまり意味ないかもしれんな。ただ、最初にやってみるのはよ。自分がどれくらいバカなのかっていうのを確認する上で、いつでもやって、うん。っていうところです。っていうところかな。で、今の感じとしては、それに向けての基礎力をつける問題集などを勉強してるよな。だから、この勉強が終わった瞬間に、できればその日のうちに、やってみるといいかもしれんな。過去問とかをやってみるとええと思うな。だから、みんながいつもやってるからって言うけど、あれはな、みんな学校の先生が過去問やっときましょうっていう、それだけやね。本番の試合の前に練習試合しとった方がええんじゃないのっていうだけであって、本当の自分の良さを伸ばすための過去問の使い方ではないから、この時期やから過去問せなあかんとか言うわけではないよ。あれは、そういう目的じゃないっていうか、だからそういうことではない方がええと思う。かな。なんかちょっとこう、ぐずぐずになったけど、大丈夫やろか。それからまあ、過去問は一通り終わったらいつでもやってねっていうところです。で、今回ね、自分が悪いのは分かってますって言うけど、もうね、ね、マジで。過去のね、怠け取った自分とかね、どうでもね、今ね、今この高校3年生のモノさんはね、頑張ろうという気持ちがあるでしょ。これでね、十分なんやって。過去にね、どんなにぐうたらしとっても、ボサッとサボっとっても、玉先生もな、はっきり言って授業中ずっと寝てんだよね。で、本番は世界史で受けたけど、センター世界史で受けたけど、2年の時世界史、赤点取って留年仕掛けてるからな。追試まで行ってて。その辺のところまで行ってるね。農業高校の偏差値42、3ぐらいだったから、その高校での赤点留年というとんでもないアホさやったんだな。そうやけど、受験でセンターがいるって、そこからバリバリ勉強して、本番では70まで上がったけど、やっぱ、過去はな、ね、過去気づいてないとき、今の大事さ、この勉強の大事さとか、今、本当にやることの大事さとか、気づいてなかった過去ってね、あんねん。それはもうみんなある。で、それにね、今気づいてるからね、俺偉いと思うよ、本当に。なんか、俺や、今からやったって無理やとか、ね、なんであのときやらんかったんやって、あと、前のことぐず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 言うやつおるけど、そういうやつのことはね、一生聞いたが、そういうね、昔のことにこだわり続けてるやつはね、自分の周りに置いたがんよ。そんな奴の言葉はね、一切聞かんでえから。今、気づいた自分、頑張っとる自分を、俺は偉いと思うから、精一杯それをね、頑張ってみてな。てなわけで、緊急特番玉ラジオ、第16回前編はね、とりあえずここまでにして、続きまして、後編、行ってみたいと思います。今回はね、本当に受験生で、まあ、急を要することっていうのもあってね、前編後編の、しかも急遽、スクランブル、発信だっけ？なんだっけ、ラジオは。配信かな？うん。で、お送りしていきますけど、まあね、受験生のみんなで、お役に立つのかなっていうことであれば、ただね、たま先生がこう、ぐだぐだ話すだけやけど、まあそれでもね、役に立つのかなっていうのであればね、またね、後編の方も、まあちょっとよかったらね、聞いてみてなっていうところで、まあ一応前半、こんなところでした。